今回の今日も飲む飲むは大阪ナンバ千日前の正宗屋さん、大阪メトロ千日前駅から歩いてすぐ3分ほどかな。昭和レトロな雰囲気がほっと落ち着かせてくれるお店です。元気なお母さんに会いに飲む飲むしに行こう。します。よし。それでは何からかの名刺のも。名刺ください。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。まあまあどうぞどうぞ一つ。ありがとう。ごめんね、手が動く。いやもちろん。それでは早いな。もうすごい早い。今座って何秒？15秒ぐらい。はい。乾杯。乾杯。いただきます。酒はくつるやで。今さっき11時45分です。でしゅいいわ。いつもねお店もねもうね早い時間からめっちゃ人多いね。すごいから、ね、もうすでに何か瓶がいはる。若い女性もいらっしゃるし、お茶もいはるし、アベックかな、アベックあるし、いろいろいはるから、はい、それでは、はい、当てを頼ませていただきます。めっちゃ楽しみなのが、これ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 。何これ？で何くるでしょうか。お母さん、カステラとあん肝と。あん肝と、はい。カステラ、あん肝。はい。すごいね。カステラやな。カステラ？ほんまのカステラ？違う。え？形がカステラみたいで、下が魚の子で上がカニ味噌。うん。なるほど。めっちゃ美味しいねこれ。お店って何年ぐらいもうここに？店40、50年近い。ああそう。お父さんの時？そう。25、6年前。ああ。で残りをちゃんとねこう無駄にせんように言うて使わはった言って書いてあって、これかも、はい、食べそれ最高なんよ。いただいていいかしら。あかんよ。でも食べるやろ。うん、食べる。これは食べた後にさらに驚くからね。いきますよ、いきますよって。これな、もう箸で取るのほんともったいないぐらい。本当はな、爪楊枝でちまちま食べてたくらい。なんか上なんか毒臭いの見てね。いくよ。食べるよ。どこでもいいね。ここでせんだ。うまっす。ねっとりしてて、こってりしてて。うん。ねっとりこってり。鼻にふーんって。カニ味噌の香りがふーんってなって、うん、タイの子が甘い。甘いね。ほんま。これは日本酒。流し込む。今お代官さんみたいになってる。笑い方が。これはな、もうな、流し込むとかな、流すとかじゃなくてな、ずーっと口の中に入れてな過ごしときた一日中。めっちゃうまいよ。はい、あんきもです。ありがとうございます。おお、もうこんないけない食べ物ですな。いただきます。ちょっと塩らしい声。ちょっと入れとかんとな、準備しとかんとか吠えるように。そうそう。奥が深い。楽かい、あん肝は。カステラはな、もう口入った瞬間に、おおって感じなんやけど、あん肝は入って、噛んだ後に、来ましたねっていう感じ。奥が深い。どちらも味わい深さと、距離がちょっと違う。美味しい。うまっ。どうしましょう。まだ入ってきて10分しか経ってへんのに、こんなに美味しくていいのでしょうか。美味しいわこれ。はい、おかえり。こっちこんなんだろう。あかん。
プーマそう今のアート飛んでる感じだった飛ばしてきますどんどん飛ばしてきますいやもう開いちゃったわ早っお母さんおでんではい、はい、大根とちょっと大根今みんな出ちゃって冷たいチンするわあ、チンありがとう今安心する味がついたんだけどはい大根と卵とはい筋とはいじゃがいもはいください卵取り合いなんだ卵2個ください私たち卵大好きやからな2人とそうほわほわほわあったかいうわめっちゃ美味しいねこれはもう拍手拍手もう口が今からほぐほぐやうん猫舌ちゃうシュンドル全然猫舌じゃない手も全然猫手じゃない何でも熱いものうわっ持てるしまあやけどしてももうええねん全然めっちゃ熱いので、まあ、3秒ぐらいでこう根性でそれはの神経が通ってないじゃんちゃんちゃん根性あんねんいえ敏感肌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 いやおでんはいいね日本酒に合うねまたこの正宗屋さんの雰囲気とねおでんが合うんだよねサニー肩肩筋ちくわじゃがいも柔らかいって言葉を言う両方持ってた肩肩はい大丈夫足が染み出てくるから完全にめっちゃ飲まれ噛みながらじゃがいも食べた出すうん、出さへん見てないのみ込んだ私もあんま食堂太いと思うそれから胃が頑張ってね聞いたそういうよねおーってなるあもおでん食べるのも楽しいね。はい、お酒に囲まれて幸せ。これがいいよね。はい、改めて乾杯。続いてお一人さん。うまい。熱かうまい。お酒の味がこうよりね引き立つねうまいね体が温まるぜ下に行きましょう、うん、もう美味しいわたくあんたくあん何頼むかですいませんポテサラとはいポテサラよサラダワンいい声野沢菜漬け、はい、よ野沢菜とトール声これか見てみてもお母ちゃん作ったねって感じだもん。時間ください。はい。はい。トマトマンで。ズーム。このちょっと苦味を残しながらポテトサラダいただきます。苦味。ちょっとこう甘みと苦味がお酒の。おう、うん、安心する味だねこれね自家製で、うん、ハムとキュウリと味卵、うん、でもこうハムの、まあ、ハム入ってる嬉しいっていう感じのあのアニアにちっちゃい頃によく食べたポテトサラダの味、うん、それがすごい好き私どこだっけこれはですねいや野沢菜漬けですマスカンで、はい、お兄さんおいしい。いい音。この一回一回の一口が多すぎるやな。自分でも思うわ。もうこれカステラずーっともう
閉店まで食べられる。本に書いてあったのはこの爪楊枝でパンってちょっとずつ食べたくなるって言って、うん、本、うん、雑誌に書いてあってこのマサムネ屋さんのカステラのことが取材してあるの。いいわ、こうやってこれ、これまた日本酒美味しい。爪楊枝のこの、この感じとね、この感じ最高。カン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 、お行儀悪いと怒られるな。踊ってるね、ビガン7、1、倍ビガン踊ってるよ。タルタルにレモン残った。おあ、ほとばしった、今ほとばしった。ちょっと待って、醤油パタって落としたけど、いただきます。プリプリプリ踊ってるし、うんうん、ドクドク、うん、熱燗ください。熱燗も自分でめっちゃ入れる。すぐ入れるって。隣の席にめっちゃ可愛い女の人がいて友達になった。東京の人、名前まきこちゃん。めっちゃ可愛い。一人で飲んだはるかびっくりした。カステラカステラ食べてきはる。一人で入ってきて、まさむね屋に。お寿司屋マジと思って、どて焼き頼んでたね。こちらこそ。女子と仲良し最高。飲もう。心残りいきます。心残り、おー美味しい。喋りすぎてちょっと冷えてる、うん。いいね、この油の甘みと日本酒の熱感が最高にベストマッチ。あ、エンジンかかってきた。今もうさっきからかかってた。私下が12度。普通に答えてはる。すごいねんけど、どっち飲む？辛口とに普通の方にしようか。両方ちゃん？両方1個ずつ。これはどないでこのまま？え、これえどうして飲む？このまま飲む人もあるし、ロックにしはる人もあるし、お客さんの好み。ちょ、私もあのこの入れ物が気に入って。はい、それが。これそうねえ、はい、あのモロゾフのプリン的な。そうそうそう。こっちが29、それ29、それが12度。声がめっちゃ通るんですけど、これ営業用の声。普段どんなのや。営業用の声です。ほんまですか。めちゃくちゃ元気やわ。お母さんもお父さんの時からずっと立ってはるんですか。そうですよ。このメニューはお母さんが大体同じで、たまにそういうエビとかそんなエレカツとか、うん、人が考えてやってほとんど毎日来てくれはるお客さんがある。名前すごっ。あ、そっか、帰って、はいはいはい、そりゃ来たくなるよな。まあ、近かったらいつでも来た。え、何入り方慣れた手つきやなぁ、ほんま20なんだよ。やっべー。何今のエンジン？わっ、ゆっくり飲もう。日本酒チェイサーにしていい？熱燗チェイサーにしていい？お母さん熱燗もください。熱燗もください持って、はい、これ日本酒なんですか？日本酒でつけた。いや、日本酒で全然関係ない。あ、そうなんだ。そう、ここは丈夫なの。それだけで。あ、でもなんか夏目とかみかんの皮とかクコの実とかめっちゃ入ってる。中国酒みたいな。自然の素材は10種酒と総合アミノ酸19種とってあります。昔は駅のホームで置いてるとこあったけど。そうなんだ。店では置いてるとこは案外と少ないと思う。そうなんや、うん、
一回ハイボール飲んでもうてんあ、ほな、俺ハイボールこれからいいですかええってなるから、多分なんだよ味ちゃうんですかちょっともう、表のハイボールとちゃうからなんで、なんでハイボールいただきます、まあ、表のちゃうからうんえ何これ全然違う、めっちゃ爽やかハイボールですねえ、何これめっちゃ美味しい、これ、赤いやつです、ね、赤いやつ赤いやつ, いやつめっちゃ飲んでしまうやつですねそうそうもう、いっぱいダメとかんとえらいことなの、これは結婚しましょう彼女に言うてんの今あ、彼女ああ、彼女やるんですかあ、まだ言ってないですか名前はちょっと NG やけど結婚、まだ言ってないんですかいや、言ってるんやけどなんでいや もうちょっと待ってって、うん、ああなるほどそうなんや5日前ぐらいに付き合ってえ早いよ5日前に付き合ってもう結婚するの早いな結婚できました大丈夫どん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 6本目6本目6本目でも美味しいすごい見てこれ、はい、ではやい、やすい、うまいの三拍子揃ったお店定番のお料理から季節の一品までメニューもいっぱい毎日来る人がいるっていうのもわかるなあ あのカステラまた食べたくなってきたほっこりできて楽しく飲める正宗屋さんただいまって行ってみて